コンパクト充電システムの革命家、ツールキット RC-P200&M7、サクッとレビュー。まずは P200 から開封してまいりましょう。日本で使うには、電源プラグは US プラグを選んでおくと良いでしょう。おおよその機能特徴はこんな感じ。ざっくりだな、おい。これがなければ始まらない AC 電源ケーブル、US プラグです。USB-C ケーブル。XT60 オスプラグケーブル。クリップスケーブル。マニュアル。P200 本体。これってどう言ったらいいんでしょう。安定した電源を供給するためのモジュール。左右にそれぞれホイールボタンが搭載されており、直感的な設定操作に期待できます。入力する電源は家庭用電源以外にも XT60 の直流電源でも OK みたいです。しかしまあコンパクトですね。箱にもいろいろ細かいことが書いてありましたので、後で読んでおこうと思いました。後回しにするのかよ。続いて M7 を見てまいりましょう。先ほどの P200 といい、 M7 といい、いきなり随分小さなものになりましたね。うわ、本当に小さいですね。これこれは持って歩くにもありがたい大きさです。こんなに小さくても 10A 200W 出せるというね。こちらもホイールボタンで設定する仕組み。 6S 充電まで対応しています。ファンが効率よく動作するよう足が格納されていました。 XT60 アウトプットはこっちとは反対側、 USB ポートは 5V 2.1A の出力です。 USB ケーブル付属。本体も小さいわけですが、マニュアルの小ささも負けていませんね。それでは実際に充電でもしてみますかね。コンセントにつなぎ、本体後ろ側のメインスイッチをオン。これだけでは起動しません。正面に電源ボタンがあるんです。そちらをオン。立ち上がり早いっすね。光源差で画面が見えないですね。絞りを調整。左のホイールボタンを押すと USB アウトプットのステータス画面。この画面では左がアンペアの数値を、右がボルトの数値を変更できます。右ホイールボタンを押せば文字が赤く変わって給電開始となる仕組み。最大30ボルト流し込めます。左側はアンペア数の変更、最小で1アンペア。最大で10アンペア。M7 のインプットのキャパシティが28ボルトまで、200ワットなので10アンペアの20ボルトが限界かと思うのですが、他の方の使用例見ていると8アンペアの20ボルトで給電していましたので、理由もわからぬままそれで行こうと思いました。先にデビューされている人がたくさんいてよかったですね。付属のケーブルを接続して M7 充電器を起動したいと思います。 P200 から取り出したケーブルを M7 のインプットに接続。 P200 の右ホイールボタンを押して給電開始。 M7 も起動早いですね。わずかに給電されている電圧が低いです。これはご愛嬌の範囲。とりあえず的に近くにあった 4S450mAh バッテリーを充電してみます。 XT30mAh バッテリーなので変換ケーブルを用意しました。
1S あたり 3.7V くらいになってますね。ホイールボタンを押して充電を開始しましょう。2アンペアを流し込むにはちょっと負担高そうなので1アンペア流し込む用変更を加えます。これで充電開始。順調に充電中。充電器の温度が上がってファンが回り出しました。充電が上がったみたいですよ。どれどれ、ファーストチャージドンのメッセージが確認できます。ホイールボタンを回してステータス確認もできます。そろそろこのバッテリーも下手ってきていますでしょうか。抵抗や電圧のばらつきが見受けられます。右ホイールボタンを長押しすればセッティング画面に入ります。表示言語を変更できるみたいなので日本語を探してみましたけどありませんでした。まあそんなもんでしょう。細かい使い方はこれから勉強していくとして、コンパクトながらも安定した電源と小さいながらもパワフルな充電器を新たに手にしましたので、今後のバッテリーライフが楽しくなりそうです。小さいからどっちも携帯性抜群ですね。でまずは大容量バッテリーを買いたいところ。ご視聴ありがとうございました。